はい、こんばんは、まみチャンネルのお時間です。今日はサマナーズ王をやっていきたいと思います。サマナーズ王は今秘密のダンジョンでカリウドさんが降臨してて、いやもうあと30分ぐらいでね、今11時半でやるのもう終わっちゃうんですけれど、まあ、こういうなんていうの、降臨っていうの、そう、秘密ダンジョンがオープンしているから、なんか私はこうやっているよみたいな、こういう風にやってるんだけど他にいいやり方あったら教えてくださいみたいな感じで、ちょっと秘密ダンジョンを今回はやってみたいなと思ってます。だからなんかアドバイスとかあったら教えてください。まあなんかでもね、このね、今すごい頑張って覚醒させて星5にして、タイロン君とラオク君とアドルフ君とアカシスちゃん、この4人をね星5にしてなので、この4人と、まあ、大体シルフ、風シルフ連れていくんだけど、まあ、そしたら大体8回9回ぐらいまではいけるんだよね。せっかくだからフレンドさんは使わないで自分の実力だけでいきたいと思います。なんかせっかくだから自分でやろう。なんかね、教えてほしい。だいたいラオク君が秘密ダンジョン、私の持ってるメンツって多分秘密のダンジョンに出してすごいなんかいい子たちが多分揃ってると思うのね。だいたいなんか倒せちゃう、全体攻撃あればしちゃう。こんなんでいいのかなどうなんだろう。一番強い人狙おう。やだな、ちょっと。一撃で倒せない。いやでもまだ張らなくていいでしょ。結構食らうし、いや死んだ。いつもオートでやってるから。いった、やっぱラオク君超使える子だわ。一気に抹殺するもん。マリア最高でござる。なんかもったいないな。なんか。全然死なないじゃん、強奪でも。超怖。いや死んだよ。やだやだ、あラオクにやらせればよかった。失敗したよ。アカシスちゃんが死んじゃうぜ。
了解。ゴーダスでこの強さつらい、この減らなさつらい。ラオクよりアドルフ君狙ってくれれば嬉しいな。死ぬじゃん、ラオク君殺さないでよ。殺された。まだ使わない。うわマジか、マジか、殺される。めっちゃ強いやん。いやでもなんとか9回まで登れたよ。まあ実はもう集めてるんだけど、あれだね、まあ炎相手だし、水の中全体攻撃持ってる子がいればね、星5でもっと前線できたんじゃないかなって思うんだけれど、ルーンはね迅速集中、絶望とか暴走をタイロン君にしようか、本当に毎回言ってる気がするけど悩んでる。こんな感じ。あとね、あとね、そう、やっとアーマーを手に入れて、もうねルーンが大変でまだつけてないんだけど、あとデラデオンっていうあの光ダンジョンのあの犬神くんをゲットしてね、この子もなんかすごいいいっていうから、あと光のねあの放浪騎士が欲しいの。あのほら騎士道とか言って守備力というかなんか防御してくれるパッシブ能力持ってる子が欲しいなとか思いつつ、まあラマゴスも育てなきゃなと思いつつ、まあそんな感じでいますね。まあ次星5にするなら何かな、アーマンかな、アーマンかラマゴスか風シルフくんがいいなと思いながらやっております。まあなんかちょっとアドバイスとかあったらまた教えてください。今日のではファッションコーナーをしたいと思います。今日は緑のニットに白いスカートです。普通にちょっとガーリーな感じです。可愛いでしょ。まあそんな感じでした。ツイッターやってるのでよかったらフォローしてください。いろいろサマナーゾーンのことについてつぶやいたりしてますので、よかったらよろしくお願いします。あと YouTube チャンネル登録もお待ちしてます。チャンネル登録数が次2万人いたらまた記念枠取ろうかなと思ってるので、よかったらどしどしお待ちしております。あと YouTube のコメントもちゃんと見てるので、よかったらよろしくお願いします。ではまたマミチャンネルでお会いしましょう。じゃあね。